あのですね、はい、あの玄問答っていうプロジェクトを僕と岡田二郎2人で始めたんですけど、うん、その時にプリプロダクション的にじゃあビデオ撮ろうって話になって、はいはいはい、でそれをここで撮ったんですよ、はい、バーチョーズ、はい、でその時に、曲を作って3曲ぐらい撮ったかな、うん、で、まあプリプロダクションの動画プロモーションとして撮ろうとかいう感じでやってたんですけど、結局それからアルバム作ることに、まあ、なって、うん、そしてあのアレンジをまたリアレンジしちゃったり、あの岡部さんが入ったりいろいろあったんで、うん、結局その動画使わないでそのまま、うん、お蔵入りしちゃったんです。でその時の動画がこの最近発掘されたので、うん、でそれのちょっとあのリハーサル風景というか、あのここで無観客で撮ってるんで、すごいな。でもうとにかくちゃっちゃとあの曲をパッて作って、うん、すぐ持ってきて二郎さんと打ち合わせしながら撮ってるん でなかなか今聴いたら面白いんで、玄問答にはリアレンジしたラピスラズリっていう曲があるから、はい、でそれよりこっちの方が面白い部分が結構あるなと。なちょっとね、はい、ナイロン弦使うってコンセプトでさあ、で二郎さんエレキでちょっとあのマクラフリンのプロジェクトみたいな感じだったんで、うん、それをちょっと僕も意識しすぎちゃったとこあるなと思って、それで出さなかったとこもあるんですけど、うんうんうん、まあ、今聞いたらそうでもねえなと思って、割と軽快にユニゾンしてるし、すごいな、うん、まあソロも悪くないし、何しろ今より指が動いてるね2021年の7月でアルバム撮ったのが11月、まあそういう流れだったん であの動画はね、あの実は花ちゃんが撮ってくれて、花ちゃん2カメでやってもらってて、だからちょっとちゃんと動いていたりさ、うん、固定でなくて、はいはいはい、そういうのもなかなか楽しめるのに、うん、全然あの発表してなかったんで、いいですね、そんなお蔵入り動画を見れるなんてファンの方々にはとってもプレゼントですね。そう言っていただけるとなんですけど、うん、まあ他にもまだそういうお蔵入りしたものがいっぱいあったりするので、うん、ちょっとずつこう蔵出し、蔵出し、はい、蔵出しなんちゃら、まあタイトルは見てで出していこうかななんて。いいですねそれ、うん、いいアイディア。結構ねリハーサルしてるとことか MC とかも拾えるかもしれないんで、うん、案外そういうとこが面白くなる可能性はちょっとある。あとはまあ編集とテロップと、うん、テロップとまあね、ちょっと楽しみにしてほしいなと思います。これからこのシリーズもちょっと、増やしていきたいと思います。いいですね。よろしくお願いします。今終わった？それは回しっぱなしでも大丈夫よ。本当に？ファイル軽いから。そんなに？うん。はい、どうぞ。ほい。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。いいですか。どうですかね。あの結構弾けてないです。あ、そうです。俺もなんですけど。あと科学技術で直せます。科学技術はね、どれぐらい使えるかな、これな。録画のあれで録音のとこで同じところ弾いてて持ってこれるか大丈夫。あ、そうですね。うん、もう一回撮っときます。もう一回撮っといてそこを貼り合わせできるようにしとけば、はい、同じテンポでだいたいね。皆さんたまるね。皆さんたまるってどういうことですか。こう筋肉使うと筋肉がだんだん動かなくなってる。やっぱりうまいね。俺ちゃんと弾けないんですけど。難しいです。難しいっすよね。そうそうそう、知らない間に早くなってたんですけど、知らないうちに弾けるようになってた、ね、俺もなんだよね。
イク2、はい、これやんなくてもいいと思う、はい、いや、あった方がいいですね。ワン、ツー、ワン、ツすいません、最後ひっくり返しちゃった、ごめん。バッキング難しいな、これちょっと考えよう。エアコンを少し強くしようかな。バッキングどういうの、他の曲やるとか、あ、ダメっすね、それは余計にダメですか、またリセットする、あ、そうだ、ダメです、私もこれ一回今ちょっと失敗したんでもう一回やってほしいです、うん、最後ちょっと全然弾けない、ちょっと難しかった、すごい曲、まあこんな感じ曲なのかどうか分かんない、テイク3いきましょう。